ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。この番組はですね、我々落語家がいろんな地方に参ります。さまざまな和菓子の名家に出会うわけですね。それから楽屋見舞いという形でいろいろな美味しいものを頂戴する。これもやはり主役は和菓子でございます。そういった我々の体験からこれはいいというものを皆様にご紹介して、ちょっとしたパーティーへのお土産とか、お世話になった方へのご挨拶、そんな形でお役立ていただきたいとの願いから考えた企画でございます。今回もですね、もう前回に引き続きまして、この佐賀県和菓子巡りシリーズの第3弾として伊万里市に参っております。ですからこちらですね、この小伊万里風の有田焼き、そしてこちらの茶碗の方はこの伊万里焼きという形でもって揃えさせていただいております。それではですね、今回はどんな和菓子かと言いますと、これ和菓子かなと思うような品です。ちょっと驚かれるでしょう。それはですね、前回このご紹介しましたこのどら焼きの小島屋さん、そこでもって作っておりますものは、まあこの中なんですがね、この小島屋さんのものの中に あるかというと、これね、どうでしょう、言わないでまず開けましょうかね。だんだん姿が現れてまいりましたが、さあ取り出します。よープリンと書いてありますね。その上にはあんの文字です。あんプリン、プリンは洋菓子でしょってね、おっしゃりたい気持ちはわかります。まあですけどね、これは私はね、和菓子と言いたいんですね。なんで和菓子の命といえばこれ小豆でございますからね。で、この前回も申し上げました通り、この小島屋さんはあんにとてもこだわっているんでございます。で、このプリンとあんをカップリングしましたところ、これね、こういうのミスマッチになりそうかなと思いますでしょ。これがね、違うんですよ。プリンではございませんか。どう考えてもプリンですよね。この中があるんでございます。それじゃあ参ります。うまいですね。小島屋さんは卵にもこだわってます。佐賀の朝どれの新鮮な卵、これでプリンを作ってるわけですね。で、ここまではね、ずっとね、洋菓子だと思って味わっていいと思うんですよ。ね、ここまでは。これ、プリンだけでも十分すごいですね。このなんか、卵の旨味というかね、濃さというか、それがすごく、現れてます。まだまだプリンです。ですがここに見えてまいりましたね、
あんですよ。あんプリンですから。ね。これもうね、もう反則です。これもうミスマッチどころか、ベストマッチ。これ誰があんまり、これね、やっぱり、他で聞いたことないですからね、もし、もう、もし、こんなこと、同じようなのがあったらすいません。私は聞いたことない。申し上げました通り、この小島屋さんの社長さんがもともとあるものを特許を取って自分で会社を成して、それで成功して、その会社をもう売ってしまって、悠々自適の時にもうこんな暇すぎたら人間ダメになると思って、それで何かやろうと思ってこのどら焼きを始めたんですね。それでもってこの凝りに凝ったどら焼きを出しておりますが、もうそういう人ですからね、もう特許を取るぐらいですから、もともとアイデアマンなんですよ。それがね、来ましたですね。これはね、驚きますよ。あれ、初めから、初めはずっと洋菓子食べてるでしょ。で、これ和洋折衷じゃないですか。で、こう残してって、ずっと和洋折衷のまま終わってもいいですし、プリンをきれいに食べて和で収めることもできるという、これいろんなね、味わい方ができますよ。ほんとすごいですよ。すごい。このね、そう、私ね、今回伊万里シリーズどちらでこの頂戴しているかと申しますとですね、ここは原田さんという方のお宅なんでございます。なぜ原田さんのお宅かと言いますと、私はですね、話は随分長くなるんですが、北海道の、この滝川、そして新十津川、このところで、ね、金網落語会を毎年やってるんですね。で、その時は、新十津川の落語会でもって、私が講演した時に、最前列にその原田さんご夫妻が、座って聞いてらしたんですよ。ですね、私は、このシリーズでも申し上げましたが、佐賀テレビの番組で、佐賀テレビ初で南蛮渡来の甘いお話というような形でもって、ポルトガルに渡りましてね、でスイーツの日本のこの洋菓子の原点を探るという旅番組をやった時に、一緒に辻口広信さんね、スーパーパティシエの辻口さんと一緒に行った時にですね、それで大変盛り上がったということで、私はその頃でもうすごい嬉しくてしょうがなかったんですよ。それで必ずどんな落語会に行っても最初にそのこの佐賀テレビ辻口広信といったスイーツの番組の話をしてたわけですよ。そうしたらこの最前列の原田さんご夫妻は佐賀県の伊万里市出身だったんですね。そこでもう盛り上がっちゃって、もうこうね、飲んで楽しく語らって、でその原田さんがリタイアして、このご夫婦揃って伊万里市に戻って、そこで何かやりたいなと思った時にもう落語を聞いていただいておりましたから、そうだ、龍太さんを呼ぼうということでですね、落語会を始めて、もう今年で何年目かな、もう4年目5年目に入るんでしょうか、そのくらいお世話になってるんですよ。そしてその原田さんのお宅でもって私今日は撮影しております。そしてこの、小島屋さんの品々だというのも、小島屋さんの社長をご紹介してくださったのも原田さんなんですね。ですからね、やっぱり人間のご縁というのは不思議なもんだなという気がいたします。いや、そういうことで言えばこれだってそうですよ。ご縁不思議じゃありませんか。洋菓子のプリンと、そして和菓子の主役であるこの小豆をこの出会いですよ。そういうことでまた素晴らしい効果が生み出されたというのは、やっぱりね、何かこういう違うなと思ったものが出会うと、素晴らしいこの味覚に発展できるというようなこと、よくこのなるほどなと思ったような次第でございます。
本日はですね、これまずね、もうこれ、まあ、何回も言ってますが、このもうね、美味しさもそうですけど、やっぱりサプライズって大事ですよ。ですから、こういったものをね、取り寄せて持っていきますと、いろんなお話にもなる。そして、この驚きという喜びも、味覚とともに差し上げることができるわけですね。そんなことで、ぜひ皆様、一度ご賞味いただきたいと思います。こちら、この伊万里小島屋さんのアンプリンでございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もまたまたご退屈様でございました。